今社長が100万人いたらユンちゃんと結婚するって勝手にライブやってるんですよ。だから別にユンちゃんもあなたのことも公認にしたらいいよ。そうだからユンちゃんって名前出すのやめたら。確かに全然全然相方そうやって女の子中物みたいなやつが違う。中物じゃないですけども、ユンちゃん今何しとるか。友達と、過ごすって言いました。来ました今日もうお前と過ごしたくないよ。だって結婚したくなさそうだったもん。いやもう配信はい、社長来ました。はい社長今何人なんですか。23万人。じゃあもうコラボできない。じゃあこれから俺を説得した方が早いかもしれないですよ。ユンちゃんを説得するよりも俺を説得した方が早いかもしれない。あ、またそうやって自分のものようにやった。違う。ユンちゃんはユンちゃんの意思で動いてますけど、僕は僕の意思で動いてますよ。そりゃそうやろ、そりゃそうやろ。当たり前や。自分の事情で動いてないから。わざクリスマスで大繁忙で違う営業外で予約せえわな。違う。キャペリにはもう本当営業外で予約してるんで一切迷惑かけてません。いや、そんなクリスマスに借り出されたチャペリの従業員は迷惑やろ。クリスマスなのに。みんな恋人とかおるかもしれないのに、こうやって YouTuber がなんか悪いことやるんですよね。うわ、もう本当政治ぶってますけど、一番悪いやつ。一番悪い。250万人いきまーす。来年は250万人いきまーす。お願いします。250万人いたら結婚しまーす。いやまあ思いついても形にしないですよ。炎上狙いでも減ることはそうです。消防士がいます。消防士がいるんで。あやんなよ。自分の何かしろよ。消防士に頼ります。もう本当に。だから炎上するんだ。だからこれだから炎上するんだ。みんながみんな YouTuber こうじゃないです。中には頑張っていきます。みんながみんな万力を入れ替えていきます。じゃあ2022年みんなでマジで。頑張ります。お願いします。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。